ゆりのいきなりクッキング違う番組やおいしい、おいしい、うん、本当においしい。コーヒーを入れます。コーヒー、はい、一気にいきます。なんでかわかりますか？早く飲みたいからです。全然怖くないですキャンプは実際にやった方が100倍楽しいゆりのいきなりキャンプデビュー。いきなりキャンプデビュー。よっ、モデルの河野ゆりです。スタイリストの山田です。山田さん、だいぶキャンプっぽくなりましたね。ここがキッチンですね、うん、この低い感じも可愛いですね、うん、そうですね。今回はちょっとロースタイルで料理がしやすくて、はい、まあ、あんまりわちゃわちゃ置かないシンプルな感じにはしてありますね、はい、私今回のこのキャンプでやりたかったことがあって、はい、何でしょう？料理を、あの、私、はい、タイに住んでたんですよ前に。あ、そうなんですね。そう、なんでちょっと得意料理ってわけでもないんですけど、はい、ガパオ。タイ料理好きなんで嬉しい。あ、本当ですか、はい、お、頑張ります。はい、ゆりちゃん、ゆりのいきなりクッキング違う番組やなんか優雅ですね、山田さん横で。僕だってやることないでしょ。なんかコーヒーでも飲んでてください。コーヒー自分のために入れてそれはそれで寂しいです。すごい座りながらって不思議。なんかおぼつかないね私。包丁が切れちゃうかもしれない。そうですよね。研いでないな。研いでないですね、これ。研ぐと結構切れるんだけど、タイは何住んでた？タイ住んでたんですよ。2年半ぐらいですけどね。仕事で？仕事してました、向こうでモデルの仕事。あ、モデルをタイでもやってたんだ。そう。雑かな？いっか。まあいいんじゃないですか。いっか。ちょっと大きめにね。うん、続いてピーマン。普段は自炊はするんですか？普段、最近してます。最近してますか？最近何作ってるんですか、普段は？和食があるかな、やっぱり和食。和食、あ、いいじゃない。山田さんするんですか、ご飯？僕はね、まあ、奥さんが作ってくれるから。あ、いいな。僕は洗い物とか。あ、洗い物するんだ。洗い物するちゃんと。いい旦那。次回は山田さんに作ってもらいましょうね、料理。男飯。男飯ね。男飯。何食べたいの？なんか煮込み系とか作って食べたい。煮込みか。うん、なんかもう朝に。え、朝から何？ずっと煮込んでなきゃいけない。そう、朝から煮込んで。キッチン離れられないです。そうキャンプ来てる。私ハンモックとかで行くんですよ。玉ねぎ。これやっぱいい感じの BGM が流れてるのかな。じゃあ、あとニンニクを。さあ、ニンニクも切れたんで、あとは炒めるだけです、うん、じゃあ、お砂糖と、山田さんの手スリスリの方が気になっちゃってる。寒いんだもん。山田さん第1話から手スリスリしました。寒いね。あ、なんかわかるかも。なんかイメージあります？なんか山。河野さんはどういうキャンプがしたいですか？例えば日帰りだ、一通り学んだところで、はい、実際にコーディネート。コーディネート。はい。寒いんだよ、末端が。癖ですね、癖。うん。オイスターソースもうちょっと入れよう。うん。こじゃあ火を、はい、ここでつけますか。そうそう。ニンニクと。豆板醤を。あ、ちょっと多いかもね。辛いの大丈夫ですか？大丈夫です。激辛はちょっとあれだけど、激辛にならない程度で。待って、豆板醤少ないかな。まあ、いっか、もうちょっと不安になってきたんだけどじゃあお肉入れます。フライガシすぎない？重い。ネットは中鉄なんで重いんですよ、はい、そうなんだ、うん、なんかちょっとこう家庭のキッチンと勝手が違うのもまたね。そうですね、楽しいですよね。あ、でもいい感じじゃないですかね。これで、でも肉汁がうまそう。なんか玉ねぎにしよう、うん、玉ねぎ先にやろうと思ってたのに。
なんか普通玉ねぎ先だよね、こういうのって。ニンニク入れて。言ってくださいよ。ショック。まあ、あの食感楽しんでください、今日は。あ、シャキシャキの。玉ねぎの。あ、玉ねぎだね。悔しい。若干スキレットが小さいかもしれないね。うん、たっぷり食べてください。ちょっと赤ピーマン多いかな。赤ピーマンだけでかくない。やっぱあの彩りと思ったんだけど、ちょっとでかすぎた。得意料理は？得意料理はなんだろう。ロールキャベツ。お、結構すごい。どうですか？ロールキャベツ得意って。あとは？あと、うん、うん、ドライカレー。でもこんな感じじゃないですか。ここの後にカレー粉入れるみたいな。はい、そういうことだよね。山田さん何ですか？僕はお好み焼きと、へえ、あとお好み焼きは得意料理ってすごい。得意料理か分かんないけど、お好み焼きと豚の生姜焼き。食べたい。その2つの時はね、僕が作るの、家で。いい感じなんで、じゃあこれにタレを導入します。ちょっと多いかな。うまそう。こんなの作ってもらえたらいいな。いいですか、バーベキューに。これキャンプに。でもこれでコンロってめっちゃ便利ですね。これは結構、ちっちゃくて火力も強いから。そう、火力が強いからいいですね。お、飛んできましたね。はい、美味しいかな。こんな感じ。めっちゃいい音。いいね。おー、いいですね。手拭こうか。もうさ、目玉焼きだけでも美味しそうですね。外だとね。この外で。焼くだけでもね、外だと美味しいんだよね、不思議と。熱くない？おいちい。もういいかな、これ。なんか良さげだね。おお、いいよ。お、いいよ。ちょっと上の黄身、気になります。黄身がまだ黄身だね。そう、黄身が黄身すぎますよね、あの、黄身すぎ、ね、もういいか、どうですか？いいじゃない？本当？なんかぽいよ、うん、止めちゃおうか。いきます。ただーん、ペロン、完成。ガパオ完成しました。お待たせしました、山田さん。すごいですね、美味しそう。本当ですか？もう初心者ご飯って感じですね。いやいやいや。じゃあ食べてみてください。じゃあいただきます。いや、嬉しい。どうかな、なんか、うん、恥ずかしいね。うん、どうですか？あ、美味しい。美味しい、うん、あ、本当に美味しい。これちょっとガパオっぽいですか？ちゃんと、うん、ちゃんとガパオになってる。食べてみよう、私も、うん、いただきます。あ、ね、なんか意外に美味しいかも。うまい。これはなんかバクバク食べてる。あ、よかった、うん、どうですか、初めてこうキャンプ道具だとちょっとこう家庭とね、うんうん、勝手が違うというか。楽しかったです、この外の風を感じながら。空気、うん、キャンプ場だし。だってもう見渡すと全部緑じゃないですか、うん、こんな最高なことはないですよね。料理するの恥ずかしかったんですけど、うん、なんか美味しいって言ってくれるから、なんかまた作りたくなっちゃいますね、うん、美味しいな、また。また食べたいな。次何作ろうかな。次ね、なんかそうやってこう外で何作ろうかなって考えて、はい、あ、ね、それ楽しいですよね。そうそうそう、やっぱりまた足りないギアを増やしたりとか、うんうん、レパートリー増やすっていうのはいい感じですね、うん、うまい。本当？うん、よかった。え、本野さん、はい、さっき美味しいご飯ごちそうしてくれたんで、コーヒーを入れます。コーヒー、はい、まあお礼というか。いいですね。そうなんです。嬉しい、ありがとうございます。さっき使ってたバーナーと、うんうん、でもまあずっとちょっとね気になってたんだけど、これまあソトっていうブランドのバーナーなんだけど、う
このコンロっていうガスボンベが、ね、そうちょっと勝手にあるやつ、ね、気になるんだけど、まあそこはちょっと沸かしつつ、お湯ですかこれ、お湯を沸かしつつ、ミルを、豆を煎るんですね。豆をね、煎るっていうのは、あ、煎るじゃない、これ煎るじゃない、これは引く、あ、引く引く、そう、でこれで、うん、こうやってやるだけ、おお、いい音、試しにやってみてください。本当に匂いはしない、お、結構硬い、あ、そっか、サウスポーだね、そ、あ、でも、そ、そうなんですよ、え？違う違う、そうですね、めっちゃ硬い、時計回り、結構硬い、結構硬い、やろうか、すごい、あ、これはあるあるだよね、これはね、結構ね、うん、はい、ほら普通に弾けてると思います。すごい、いい匂い、すごいいい香り、こだわり、そうですね、ちょっと蒸らす、30秒ぐらい、まあ、蒸れたかなみたいなところで、はい、あ、一気に行くんですね、一気に行きます。なんでかかりますか、早く飲みたいからです。そういうこと、はい、全然こだわってないじゃん。あ、いいじゃん、よいしょ、いいじゃないですか、すっごいいい香りする、いい香りする、うん、よし、じゃあ入りましたね、くんのさんがこれです。なんか本当にいい匂いする、ちょっと冷えてきてるから、はい、今ちょうどいいかも、あったか、てか熱い俺も今思いのほか熱ってびっくりした、いただきます、ブラック大丈夫、の、はい、飲めます、大丈夫、美味しいはず、美味しい、あ、よかった、美味しい、どうでした、今日はキャンプやってみて、キャンプやってみてというか、あのね、本当にあのキャンプは楽しいだろうなと思ってたんですけど、うん、実際にやった方が100倍楽しいなんかいろんなスタイルのキャンプを知りたいです、だからこれからね、うん、楽しみですね、面白かった、この年になってあんまりなんか新しいことに挑戦しようとしなかったりするんで、本当になんかいい機会をもらった気がする、あ、なるほどね、最近の趣味といえば、ね、本当にゴルフぐらい でキャンプも興味はあったし人気なのは分かってたんですけど、なんか、ま、なかなか足を踏み込んでなかったんで、はいはいはい、ちょっといっぱいの人に伝えたいですね、キャンプの良さを ね今後、近野さん次第ですよ頑張ります。私あれやりたいです、そのよく山田さんがストーリーに上げてる釣り、あ、渓流釣り、うん、まあ、キャンプして渓流釣りしてとか、超楽しそう、釣りして、うん、焼いて食べたい派、うん、山田さんのお気に入りのキャンプ場は、お気に入りのキャンプ場はね、おすすめなんかザだけど、まあさ、まあ、ふもとっぷらもいいし、はい、コアンキャンプ場って言って、コアン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 、ゴルフ場とキャンプ場が一緒になってるとこもある、あります、あります、4、5時間とかやるから疲れちゃうから、でもまだね、ゴルフからのグランピングしたことなくて、うん、こんなでっかい雲がいたりとか、そうそう、あ、はい、じゃあ恒例の写真タイムいきますよ、はい、はい、チーズ、お疲れ様でした、いや、お疲れした、楽しかった、雨でこんなに楽しいから、ちょっと晴れのキャンプも楽しみですね、今後ね、お願いします、はい、出ましたね、ね、良かったですね、ようやく、はい、まずはテントを立てましょう、前回何分ぐらい、30分かかりました、30分ですね、今回10分ぐらいでささっとやっちゃいます、お、間違えた、ショック、次タープ、タープ、あ、またこれ私一人、また一泊ですか、はい、全然わかんなそうですね横に倒します、え、うん、何してるか全然分かんないですよね、うん、
したらここが、うん、